どうも、こんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は、党が私ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、代表権騒動のお話ですけれども、斉藤健一郎さん VS 大津彩香さんということで、まあ、伝説のね、ズーム会談と呼ばれるものが行われたわけなんですけども、まあ、それをね、まあ、生で見た方、生って言うんですかね、プレミアム放送で、まあ、生で見た方もいらっしゃると思うんですけど、私も見たんですけどね。で、 まあそんな中でちょっと具合が悪くなる人続出っていう感じで私もなんですけどでちょっとねやっぱり自分でもやっぱりいろいろお伝えしようと思ってでいろいろ見ようとしたんですけどやっぱり再度見たらちょっと20分でギブアップっていうところになりまして中途半端にまとまってる状態なんですがまあこれをね続けられるのかどうかみたいなところで今結構悩んでましてまあそんな中ですね その発言をまとめる勇者現るっていう形なんで、まあ、今回ですねそちらをちょっと拝借させていただいてご紹介をさせていただいて、まあ、下に貼っとくんでねよかったら皆さん見に行っていただければ一番いいかなというふうに思うんですけど、まあ、その中でいろいろね、まあ、私の感想みたいなことをお話をしていきたいというふうに思います。 はい。というわけでね、えー、こちらをまとめておられたのがですね、まあ、刑事さんという方で、大津彩さんの発言集みたいな感じで、まあ、いろいろまとめておられていてですね、で、とりあえず、まあ、これを、諸々見ていきたいんですけども、とりあえずフォローの方させていただいて、で、えー、っと、はい。というわけで、えー、っと、こちらがですね、全部で4枚あるんでね、すごいですよね。まあ、とりあえずこ、まあ、1番の方から見ていきましょうか。で、えー、っと、 とですねまあ、時間の方が右に書いてあってす,すごい感じですよね。はいという感じでね、まあ、これ見ていくと大体、まあ元々ね、まあ、動画見た方はわかると思うんですけど、大津さんの債権者に対する、まあ、まあ見方っていうのがよくわかるって感じですね。はい、で、えっと、もう最初にね債権者を見捨てるみたいになるわけじゃないですか、い,いなくなったらってことで、まあ、これ、斉藤さんのこと言ってると思うんですけど、だからこれを相手に 責任を押し付けてるんですよね <laughs> ちゃんと引き止めないと大津さんが見捨てることになるんですよっていうことを相手に押し付けてるという感じですね。一応代表を名乗ってるわけですよね。はい、で、えー、とそしてだけどここで2名抜けられるっていうのは払えなくなるわけですからこれも相手のせいでそして、えー、と私個人に帰属するものではないのでっていうことでこれはだから党に党の借金って。 じゃあ借金なんですけど、本来は代表が責任持つわけなんですけど私個人に帰属してないからまあまあ払えなくなったら君たち抜けてね、まあ、原資が減っちゃったら瀬戸助成金入らなくなったらじゃあ解散か解答でしょうね破産か解答でしょうねっていうことを言ってるということですよね。はい、とかですねあるいは、えー、っとそもそも正党交付金を原資にしてるんだからまあ意地でも何でも返せって言われても私に求めること自体って おかしいんじゃないかってことですよね。<laughs> いや、じゃあ誰に求めるの, <laughs> <あ>の <laughs> だから、これが嫌だったら早く代表権を返しなさいよっていうのをこの1年間ぐらいずっとやってるんですけどね。はい、で、えー、っと、それですね。で、返す気しかないと自分はね。で、なんかプライドで抜けますみたいなことをお前らは言ってるだろうと。で、えー、っと、浜田さんが抜けるんだって2,300円減るんじゃないですか。それどうするんですか逆にって。なんで相手のせいになるんでしょうね。 えと大津さんの対応があまりにもひどすぎて、まあ、抜けたっていうか所属が嫌だっていうか、まあ、そもそもね代表として認めてないんですけどあのそこにずっと居座っててあの政党交付金があのちゃんと もらわないと債権者に渡らないからみたいな形の、まあ、工房の中で斉藤さんの分はそこまで多くなくてしかも議員割りだからだから抜けていったっていうところだと思うんですけどね、はい、これも斎藤さんになぜかどうするんですかってお前のせいだろみたいな <laughs> ところだと思います正直ねこれはね、はい で、しかもそれで嫌なら辞めればって思ってますよと。まあ、だから抜けてってんでしょうということですよね。で、えっ、ー、と、だから返せなくなりますよ。あなたがいなくなればってことで、要は斎藤さんが辞めたら返す気がないってことですよね。はい。で、しかもその一方で債権者の努力、債権者のために努力してるのを私ってことですね。あの、そう。で、えー、しょうがないですね。あなたのせいで払えなくなるとかですね。 あなたたちが作った借金をお任せしますよって言われてもあそんなに無責任なんだっていうふうに思うだけですよとかですねすごいななんかまとめると破壊力が <laughs> いやだから代表権返してって <laughs> 返してっていうか反抗すだけでもうそれ背負わなくていいわけなんですけどね、はい、でもそれを無理やりでも背負いたいんだったら責任も背負ってくださいねでもなんか嫌だよって言ってるわけですねでも政党助成金は使えますよって言ってるんですよねすごいですよね 私だってかわいそうだなと思いますよとか言ってるんですけどねはい、えー、えっとそしてえっと国庫に返納したってか破産解散になったって仕方ないかもしれない。 けどね変な使い方をされるのはその方がいいかもしれないってことで変な使い方してるのは誰なんですかねあの立花さん側は少なくとも、えー、とずっと使えてないですよねなんかそれをどう,どういうふうに理解してるのかなまあクレジットカードの引き落とし等々のこと言ってるんですかね、まあ、ちょっとよくわから <laughs> よくわからないんですけどねはいえー、っという感じでねだからそれこそ変な使い方って意味て言うとあの従前ビルとかいらないし台湾も誰のお金で行ったんだっつう話ですよね でえー、っとそうですねえー、っとそしてまあもう無理ですあなたは私のこと信用できませんとうとうですかねと言いながら出ていくならあなたが引き金を引いてるから私はもうどうしようもないとかですねもう代表とは思えない言葉がずっと続くっていういや相変わらずちょっとすごいなでえー、っとそしてですね えっとあなたが引き金あ、まあ、これさっきもありましたねすごいですね。で債権者に、えー、払えるかどうかは斉藤さんと浜田さんが所属するかどうかに限られていると思うってことでいやだそりゃそうでしょ <laughs> ということで他に原子見つけられないんでしょ、ね、だとしたらもうお願いしてなんとか残ってもらうっていうのが大津さんの仕事なんですけどでもやめ <laughs> その条件も聞くこともほとんどしてません。 でしたからねねははいいいととうこでです、ねはい、で続いてこちら12番目っていうか16番目ですね。えー、ととにかく濱田さんが抜けたことによって債権者にまで払えなくなりましたその上斎藤さんが抜けたら完全に払えなくなりましたじゃあ破産ってなります破産しますとかですねすごいですよねもうだから債権者をその、まあ、人質にしながら「お前やめんなよ」みたいなことを言ってるんですよねはい。 というう感じででねねこれ完全にパワハラだと思うんですけど、ね、<laughs> 確か大津さんは最初パワハラでなんか「党がおかしい」とも言ってたような気がするんですけどね自分がやる分は OK みたいな感じで、ね、とんでもないですよねこんなのねはいねで破産する可能性が高いとか破産すると思いますよすごいですね破産っていっぱい言ってるでお二人が抜けられた場合は、まあ、破産ですねしょうがないですねと、まあ、要するに まあ、債権を返すあ、えー、要するに借金返すために自分は何もしなくて、とりあえず斎藤さんに残ってもらって、で、そ,そうすると政党助成金入ってきます、それで返すんですからと言いながら引き止め、だけど、政党助成金は私がジャブジャブ使います、中身も開示しませんって、<laughs> 残るわけないだろう。これでも残るってね、決断をしたんですけどね、はい。一旦はね、で、ということですね、はい。 で普通に債権者に対して払う気がないなら出てったらいいじゃないかですかっていやだからね大津さんが払う気ないように見えるから出てったらいいじゃないですかねとかですねすごいですねこれ、まあ、ちなみになんかこうひどい言葉を言ってるように聞こえたとしたらこれ読んでるだけですからねあのこれ大津さんが言ってるだけですからねあの <laughs> えーっとまあ残ってほしいと思って ますよ債権者に払えなくなるとかわいそうだからねすごい目線ですよねはいかわいそうっていうのは何なんでしょうねうんだかひと事感ですよねかわいそうっていうのはねはいはいでさらにその引き金を斎、まあ、藤さんが引くんじゃないかというところで債権、まあ、者に払えなくなった人の責任って言ってますけどだから代表の責任なんですけど代表主張するならですけどねはい 債権者を守るのは私ですよ再建者を守るために実際行動してるのは私です斉藤さんに <laughs> まあ彼女視点に立つと斉藤さんに所属しろって言ってることが、まあ、唯一債権者のためになるみたいなことなんですかね。でその一方で債権、まあ、者が差し押さえできるように口座を教えてくださいって言ったらそれを拒否したわけで自分で自由に使えるわけでしょ。それ債権者のために全然なってないっていうかむしろ逆じゃんみたいな。 いいうところですごいっすごよね相変わらず見るとすごいなよくよくこれをあの我慢して見られましたねはいというわけでねちょっと途中で切れたでもしずれてた申し訳ないんですけど、まあ、まあいずれにせもちょっと破産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 かわいそう <laughs> で債権者を守るのは私ですとかですねいやすごいなしかしはい。 で、えー、と実際行動してるのは私ですとか言ってるんですけどなな何のこと言ってるんですかねでえっ、ー、と <laughs> これ連続で言ってる <laughs> はいでえっ、ー、とそうですねであなたたちが抜けるんだったら当たり前だけど債権者に対して払えなくなりますよそれを決めたのはあなたですよっていうことでだから本当すごいよね。 債権者のためにやってないあなたたちはあなたたちができるとしたら党に残って債権者のために協力してくださいよって言うんですけどどうやったら返せんのよみたいなことを提示もせず、まあ、結局この時は分かってなかったんですけど新たに構造作ってそっちに自由にお金を使えるようにね、まあ、していたっていうのが後に発覚するんですけどね、まあ、その時に債権者のためにあなたたちはやってない私がやってるんだって言ってるんですけどその一方でお金はジャブジャブ使うわけでしょ。でそれは何 家賃すら明らかにしない。どう使ってるかも明らかにしない残高も明らかにしないで政党助成金をだから8300円の前の有無もなんかごにょごにょって逃していたけどあの濁してましたけどそれも聞かれたら普通はだって1億6000万ゲットしてるわけなんでしょおそらくねだってそれ言えばいいのにそれもぐにょってやって答えなかったですねよっぽど都合が悪いというか、まあ、やっぱ都合悪いですよねあの <laughs> ですごいですよねそれを知りながらここで再建者のためにあなたたちはやってない私がやってるんだ っていうことを言ってるわけですけどねまあすごいなあでで、えー、っ僕は大津さんを信用できないんで抜けますって抜けたら債権、まあ、者に払えなくなる債権者に払うためには最低限の努力をしているしそれを今まで示してきたって言ってるんですよ何を示してきたんですか債権者いないいないそれ寄付じゃんって言ってきたわけですよねまあその債権者の人なんかこう連絡してすいませんっつってで 確認取れててる人人なんて人の方が明らかに多いでしょ。9割ぐらいは少なくとも簡単にできるんじゃないですか。で、一件一件尋ねて言ってす、すいませんでしたっていうのをやったんですかと。ちょっと私頑張ってんで理解を示してくださいっていう努力したんですかね。あの、裁判でいねえいねえって言ってたと思うんですけど。で、あと、利息は払わねえってやったわけなんですけどね。すごいですね。 で、抜けるんだったらお好きにどうぞっていうことですね。で、もうとにかくくだらないんで、とにかく抜けるんですが、じゃあ早く結論出してくださいよっていうことを言ってますと。はい。はい、というわけでね、続いて、えっと、 あなななななたがいいなくなれば債権者に払えないなんだよね、えー、とそもそも浜田さんがいなくなっただけでも債権者に払えるお金は減りましたそれが事実ですっていうことで確かに入るお金は減るんですけどそういう方向性に導いたのおっさんであるしそこで足んないんだったらかき集めてくるのが代表としての責任なんですけどねこれで、まあ、まあずっとこれが繰り返しですねだからもうそうすると破産しかないですよっていうことで脅してるんですよね。 だから債権者のことを斉藤さんが一切考えてなかったら「はいバイバイ」で終わりじゃないですか。でも債権者のことを思うからこうやってこうむちゃくちゃ言われても我慢してるわけで、まあ、どっちが債権者のために動いてるか明らかじゃんみたいな債権者を人質にしながらお金を要求して。 で、そしてそれがまだあの共同管理っていうんですかね、凍結してる口座に入っていて、場合によっては債権者が差し押さえできるような口座に入ってるんだったらいいんだけど、そこの口座をひそやかに、ひそかにね、新しい口座を作って、そっちに振り込ましといて、こっそりね、えー、もう何にお金使ってるかわかんない人が言ってるんですよ、これ。もう,もう恐ろしいですよね <laughs>。はい。で、えーっと で、でえー、っとですね、債権者のことを諦めて出てくるなら仕方ない、出てったらいいとかですね、ご一緒ですね、ずっと仕方ないじゃないですか、はまあ、もうあなたが抜けたら払えなくなるっていうことで、ずっと多責、まあの話がずっとつ続くって感じで,で、で、党がそれを約束したんですよね。正当交付金を原資にしして返しますと、 で、入ろうが入る間が言ってることはおかしいんじゃないんですかということで、入る前提で約束して借りてるのにってことで、まあ、これはそうで、だから、それはお、大津さんが暴走するっていうのは、その時想定してないし、その時大津さん代表じゃないじゃん。ねで、それで一旦任してみたら、むちゃくちゃやったんだから、で、これ入れなくなっちゃうから返してねつってって、返すって言ってるのに返してないで、まあのっと、乗っ取り行為を仕掛けてるように見えることやってるのが、まあ、大津さんなんですけどね。まあ、よく <laughs>、すごいね。 <laughs> でえー、っとでそれからあなたたちが抜けることによってはまあ金額が少なくなるから債権者にとって本当に悲しいと思うって感じでいやいやだからね債権者が悲しがっていると言いますか困ってるのはその大津さんが代表だって主張してることが困ってるわけで,で法のなんかこう。 穴をくぐり抜けてこんなことでやるなんて誰も想定してないんでやめるって言ってなきゃやめなさいよそして当窓会まで開いてやめなさいって言ってるわけだからやめなさいよっていうのがまあ債権者のほとんどの方の意見ででもねだってこんな状況になってんのに普通だったら一人ぐらいね大津さんの方に着くんでお金返してくださいよっていう人がいてもいおかしくないんですけどねいないじゃん <laughs> あのあの <laughs> はい 普通はこうやって揉めててお互いの主張はうんどっちかなーって感じでああじゃあ大津さん側橘さんがって感じでもうね、まあ、半々ぐらいで分かれてるんだってまで言ってることはわかるけどもうほとんど橘さん側についててそれは債権者のことをか考えてくださってるとかあるいはもともと橘さんの信用でっていうのもあるからついてるわけですけど <laughs> この状態でよくねしかも債権者はいないって言ってるわけですからうん。 そうですね、にもかかわらず、えっと、こうやって債権者を見捨てますっていうことを言ってるでその責任を全部ねこの5年間なんだか議員をやっていく間も一生背負うって言ってるんですよすごいですよねもう脅していくどん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 お前のせいなんだっていうねいやいやいやみたいな <laughs> であなたが抜けるっていうことは債権者を見捨てることになるんですで私は ちゃんと債権者と向き合ってるしって感じで、まあ債権者の定義もいろいろありますけど、実際に借用者債権者っていろいろいますからね。なんか片岡さんもあの債権者例えば債権者で、で、まあ選挙応援に行ったらたまたま見つけたからちょっとどうしようどうなってんですかって話に行こうとしたら逃げ回ってなんか怖い人が現れて。 なんかを統括されるみたいなね、いうことがありましたけど <laughs>、あれが何向き合ってるっていうんですかなんか、大津さんどうなってんですかって聞きに行ったら、なんか脅されるっていうのが向き合ってるってことなんですかそしたらもう誰も行けないじゃんみたいなね。いうところがありまして、えー、っと、すごいですよね。はい。あ、そうだ、ここちょっと、はい、ということですね。ちょっとすみません。画面に映ってない部分が一番あったかな。で、えー、っと、して私は債権者と向き合ってるし、今も伝えてるのに、 だから、何を言ってんのかよくわかんないんですよ、本当にね。裁判やってる意味においては付き合、向き合ってるって言いたいんですかね。本当にいるかどうかわかんないから、裁判やって債権者と向き合ってますってことなんですかね。それはあまりにもちょっと、本当ひどい話だよね。だって、もうさ、帳簿等々もあるし、連絡先も知ってんだから、別に普通にね、ね少なくとも電話をの一本ぐらいかけれるでしょ、みたいなね。電話わかんない人もいると思うけど、あるいは債権者集会開けばいいじゃん、みんな来てねって。なんでやんないのっていう。どこが向き合ってんのっていう。 話ですよ、ねはい、まあでもこういうのも言っても会えばこういうの繰り返しなんでまあ意味がないような気がしますがまあとにかくあなたたちが勝手にそうやってダダをこねてよく分かんないこと言ってるんでって感じでまあここはもう99%のツッコミはバンと入ったと思いますがお前やーみたいなねいう感じだと思います。はいでさらにですねこちらですねそれが無理なんであれば、えー、と破産の方向性に向かうしかないですよねとかですね はいまあ、で努力しますけど無理ですよとかでどういう努力してるんですかねなんかお金増やすための努力なんかしてなくてむしろ使う方向性の努力はしてる気がしますよ従前ビルとかね。<laughs> でそもそも、えー、と私が作った借金ではないですからそれ払えますよねって言われてもって言ってたんですけどここで確か政党助成金もあなたが使った作ったわけじゃないですよねって突っ込まれてましたね。はいといととうことで いずれにしても、もう本当に責任果たさないんだったらやめろ以外の、ひ、まあ、一言しかないというか、ずっとそうなんですけどね、まあ、でもここまでひどいとは思わなかったと思いますよね。はい、で、債、え、権、ー、者に払えなくてもいいから抜けますって言うんであれば、誰もそんなこと言ってないですけどね、まあ、抜ければいいじゃないですかとかですね、えっ、ー、と正当、あなたたちが政党交付金を原資にして借金を約束したものだから、だったら約束を守りなさいよ、債権者に対してとかですね。 まあすごいですよね。まあそういった意味においてここに戻ると斎、まあ、藤さんが作った借金でもないですよね。よく考えたらね。はい、あの <laughs> すごいよね。うん。まあ党の、まあ、どうなんですかねわざとわからないふうにしてるんですかね代表としての責任があるんですけどね。えー、っとはい。まあとにかく斎藤さんがいなくなったら返済っていうのはできないし大幅に減るとかですね全部お前のせいだっていうことを言い続けてるんですよね。 で、この間ですね斉藤さんのだからまあ条件出したりとか、まあ、普通だったらね大っさん側からこんな感じで今揉めてるけどこういう感じでちょっと妥協できないですかねって出すんだったら分かりますけどねもう何も言わずサインしろとでそれで生徒交付金入ってくるだろうとであのそれは債権者のためなんだからお前らは返せないと困るだろうということで <laughs>。 債権者の方を思ってるからこそそれが脅しで聞いてるわけでしょって思ってないから脅しで使うわけでしょまあまあそれに尽きると思うんですけどね。はい、いやーすごいですね。このやり取りをよく我慢されましたね。はい,っていうことですね。であとはあ浜田さんがいなくなった時点で2300円減ってるからまあ債権者に払えなくなったとしたらあなたのせいとかおいやお前のせいだろみたいな <laughs> あの見限られたんだって。 えーとで破産になるな仕方ないとかそうですねまあでも結局ずっとですね債権者に「まあお前のせいで払えなくなるけど仕方ない」って言いながらまあそれ脅してるわけですよねはいいやなんかちょっとひどいなうんで再生計画だって立てられなくなるから破産しかなくなるんじゃないんですかとかですねだけどまあこの再生まあ なんて言うんだろうな。これも、大津さんがむちゃくちゃしてるから、こういうのを無理筋で提案してるのに、なんかそういうのには、なんか乗っかってくるんですよね。<laughs> よくわかんない。あ <laughs>、再生計画立てられないでしょ、大津さんっていうことだと思うんですけどね。はい。えー、っと、ということで、お好きになったらどうですかっていうことですね。で、えー、私は努力しましたって言ってるんですけど、あなたに所属してもらうために、何を頑張ったんですか。<laughs> 世間の声の99%はよくあんなのに耐えましたねっていう声がほとんどですけどね。はいうん、でこれで大津さん側が本当素晴らしいとなるならばあれですよその所属議員がめちゃくちゃ増えるんじゃないですかねこんな素晴らしい政党こんな大素晴らしい代表がいるならぜひ所属させてくれってなると思うんですけど多分これを見たら来ないでしょ来ないっていうかうわーってうわみたいな <laughs> <あの笑>だと思いますよ。だから なんかね今後も何かねなさるたびに、このえっとですねズーム会談をいろんな人に見せて、私はいつもこういう形で債権者のために頑張っておりますみたいなね、こういうの見せてお金貸してくださいとかですね、やってみてほしいですね。<laughs> 開始5分でお前には貸せねえってなると思うんですけど、はい、はい。という感じでね、まあずっとこれが繰り返しされていて、私があなたたちよりも努力してとかっていろいろ言ってるんですよね。はい で今お金のことを精査して誰に払うべきかってこともきれいにしてるわけだからとかもうほんとひどいよね、まあ、これもだから、まあ、これが本当に本当にやりたいんだったら専門家ねご自身が信頼される専門家を送り込んでくれればそれで終わりじゃないですかねはい、まあ、もしくは帳簿全部渡ってるわけだからこんなに時間経って何やってんだって感じですよねはいでえー、っとそしてあなたたちは見捨てるんですかとか要するに自分は頑張ってるけどお前のせい でにもかかわらずやめるとしたらお前のせいみたいな感じなんですけどいやすごいなすごい <laughs> 私が一番努力を果たしてるとかですねそれから債権、うん、者を解消しかたない人のせいにしないでとかいうところですかね。はいという感じでねまあ大体、まあ、最後まで一生ですかねまあ頑張っ自分は債権者のために頑張ってきた。 いや頑張ったことで言うと債権者はいないと言って裁判したりそれは寄付金だって言ったり利息は払えないって言ったやつなんですかね、まあ、中には住所違う人がいるから信じられないとかですね、まあ、そういうことを言い放ってきたっていうところが債権、まあ、者のために頑張ってきたってことなんですかね意味がわからないですね。はい,い <laughs> っていうことをおっしゃってるしまあ斉藤さんとか浜田さんが所属するために何かちょっとでも頑張ったんですかとそもそも会いに行ったんですかって話がありまして、まあ、今回のこのズーム会談も斉藤さんの方から何回も何回も投げかけて、まあ、ようやく成立したものであるし、まあ、その後ブロックもされたようなんでまあ政党助成金もらえなかったらお前らはいらないってことかもしれないんですけどちょっとねっていうかかなりひどいなっていうような内容でございました。 という形でね、まあ、ちょっとね、まあ、まとめを見ただけでも、こう、ちょっと、こう、どっと疲れが来るような内容をですね、まあ、逐一まとめられた刑事さんに対しては、まあ、心から、なんて言うんでしょうね、お疲れ様でしたって言いたいですね。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。